今後、睡眠薬の主流になるであろうオレキシン受容体拮抗薬についてガチ解説していきます。ようこそ薬剤師の先生管理員のハーピーです。本日も動画を見てくれてありがとうございます。今回のこちらの動画では睡眠薬に分類されているオレキシン受容体拮抗薬についてお話しします。この薬品は2014年に承認されたばかりで、現在日本の睡眠薬において第一選択薬になりつつあります。今後も期待ができるという点で、薬学生の方、薬剤師の方にはぜひぜひ、絶対に押さえてほしい内容になってます。動画の流れなんですけれども、まずはじめに作用基準について触れさせていただいてから、現在承認されている薬品を3種類、開発順に説明していきます。最後に共通の副作用であるとか注意点、まとめについてやっていこうかなと思います。この動画を通して医薬品関係者としての質を皆様と一緒に高めていければ僕は嬉しいです。本日も全力で動画作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。On your mark!はい。それではまず作用基準についてなんですけど、本題に入る前にそもそもオレキシンって何っていう話をさせていただくと、オレキシンは中枢の視床下部で産生される神経ペプチドでございまして、人の覚醒状態の維持に関わっております。このオレキシンがオレキシン受容体に作用、刺激を起こすことによって、人は覚醒状態を維持できるわけです。ここで作用基準の結論なんですけど、オレキシン受容体拮抗薬は、オレキシン受容体を可逆的に阻害することによって、睡眠作用を促しております。国家試験だとこの阻害の部分が刺激になっていたり、可逆的ではなく不可逆的というような引っ掛け問題になってくるかなと思いますので、気をつけていただければなと思います。そうですね、この受容体を分かりやすく例えると、やる気スイッチみたいな感じで、オレキシンによる作用刺激が起こるとスイッチをオンしたかのように人は起きることができているわけです。逆に拮抗薬によって阻害が起こるとスイッチをオフにしたかのように睡眠作用が出てくるということでございます。ちなみにオレキシン受容体に刺激が入ると、その後に続くモノアミン神経が活性化されて覚醒状態が維持されるわけなんですけど、ここでこのモノアミン神経、例を挙げさせていただくと、ノルアドレナリン、ドーパミン、ヒスタミンなどがあります。ここで皆さん豆知識でございます。花粉症に使われる抗アレルギー薬を思い浮かべてください。あれって抗ヒスタミン薬ありますよね。あれはヒスタミンの有利を抑制することによってアレルギーの反応を抑えているんだが、副作用としてよく何が出ますか？そう、眠気ですよね。ここで繋がるんですよ。ヒスタミンっていうのは覚醒状態に関わっているので、そこを抗ヒスタミン薬によって阻害することによって眠気の副作用が起こっているということなんですよ。ほら、繋がった。気持ちいいでしょ。このように違う薬品と関連付けながら覚えるやり方っていうのは知識の定着にすごいいいと思いますので、おすすめでございます。あとは補足事項なんですけど、今まで説明させていただいたオレキシンとオレキシン受容体って、それぞれ2種類ずつタイプが存在していまして、オレキシンは A と B が、受容体は1と2が存在しています。受容体1の方にはオレキシンの A が作用しやすくなっていて、受容体の2の方にはオレキシンの A も B も同じぐらい作用しやすくなってるみたいです。この受容体の違いによってどんな役割があるかっていうのはまだ明確になっておりませんので、今後の研究に期待ができそうです。ということで、ここまでがオレキシン受容体拮抗薬の作用基準についてでした。次。それではここから先はそれぞれの医薬品について紹介していくんですけど、まず特に薬学生の方に押さえておいていただきたいのが、オレキシン受容体拮抗薬の成分名ってなんちゃらレキサントみたいな感じで、語尾がレキサントで統一されてるんですよね。この語句が来た場合は、オレキシン受容体拮抗薬のことだと思い出すようにしていただければなと思います。それではまずベルソムラについてなんですけど、成分名がスボレキサントでございまして、こちらは2014年に開発された一番最初のオレキシン受容体拮抗薬でございます。覚えてほしい特徴が3つあるんですけれども、薬局内で開封することができない、併用禁忌がある、少し時間がかかるということでございますね。順番に説明していきます。まず、開封することができないっていうのは、ベルソムラ、見ていただければわかるんですけれども、こちら PTP 包装の両面がアルミになってるんですよ。これはベルソムラに限らず、こういうような包装に関しては、光に弱かったりするので、開封することをお勧めされてないんですよね。なので、もちろん一方化もできないですし、粉砕もすることが基本的にはできませんということを覚えてほしいですね。次に、併用禁忌なんですけれども、ベルソムラに関しては、CYP3A っていう簡代謝酵素を強く阻害しますので、併用禁忌の医薬品が存在します。具体例を挙げると、有名どころはクラリスロマイシンであるとか、抗心筋薬、あとは最近開発されたコロナの治療薬については、併用ができない薬品になってますので注意が必要でございます。そして3つ目の少し時間がかかるっていうのは、寝る前に服用してから効果を発現するまでに少し時間がかかるという意味でございます。これ Tmax っていう薬を飲んでから最高血中濃度に到達するまでの時間っていうのがあるんですけど、 1.5 時間、1時間半となっておりますので、効果発現まで少し時間がかかりますよね。まあそうですね、不眠症の中でも寝るまでに時間がかかる入眠障害に使うっていうよりかは、夜中目覚めてしまう中途覚醒に向いている医薬品なんじゃないかなと思います。まあこんな感じで開発当初はねすごい革命的ではあったと思うんですけれども、癖のね強いような医薬品になっておりますので、薬剤師の方はですね注意が必要だと思います。ということで、1点目ですね、ベルストム村についてでした。続きまして2種類目デービゴに関してなんですけれども、こちら成分名がレンボレキサントになっておりまして、2020年に開発されたオレキシン受容体拮抗薬でございます。この医薬品は先ほど申し上げたベルソムラからかなり改善されている点があります。覚えていただきたいのがまた3つございまして、一方化することが可能、併用禁忌のお薬がない、そして少し早いということでございますね。順番に説明していくと、まず一方化できるっていうのは、こちらの医薬品通常の PTP 包装と同じでアルミとプラスチックの包装になっておりますので、光に安定性があります。なので一方化することが可能でございます。封鎖に関してはインタビューフォームにデータがなかったので不明ということにさせていただきます。そして2つ目の併用禁忌がないっていうのは、先ほど説明したベルソムラは肝代謝酵素を強く阻害するので、併用禁忌の医薬品は結構種類があったんですけど、このデービゴに関しては改善されていてそんなに阻害することはないので、併用禁忌はなくなってるんですよね。これはかなり使いやすくなっていい点なんじゃないかなと思います。ただ併用注意の欄に先ほど説明した同じお薬が載ってきたりするので、注意は必要っていうことですね。そんで3つ目の少し早いっていうのは、ベルソムラに比べると効果発現時間が少し早い可能性があるということですね。これ添付文書から 2.5mm のものは Tmax が 1.3 時間になっておりましたので、寝るまでに時間がかかる入眠障害、あとは夜中起きてしまう中途覚醒、どちらにもね使えるような医薬品なんじゃないかなと思います。6年の時を経てかなり進化しているっていうのは、本当科学の発展ってすごいなって思いますよね。ということで、オレキシン受容体拮抗薬2種類目がデービゴに関してでした。それでは医薬品の紹介はこれで最後になりますね。ラストバッターはクービビックでございます。こちら成分名がダリドレキサントになっておりまして、2024年の12月に開発された医薬品です。めちゃめちゃ最近ですよね。新薬でございます。特徴がまた3つございまして、とりあえず早いということと、一方化粉砕が認められているということ、併用禁忌があるということなんですよね。順番に説明していきますと、まず1つ目、とりあえず早いっていうのはTmax の値が1時間以内になっているので、飲んでからの効果発現がオレキシン受容体の中で一番早いですね。で、このとにかく早いっていうのは効果発現だけではなくて、体から抜けるのも早いんですよ。半減期の値が約6時間になっておりますので、副作用が起こりにくいんじゃないかなと思います。そして2つ目なんですけれども、一方化粉砕に関して、こちらインタビューフォームを見てみると、安定性試験で粉砕が3ヶ月以内くらいはですね認められておりましたので、安全にできるという点で薬局では扱いやすいですよね。ただ3つ目の併用禁忌がある、これがね惜しかったんですよ。これがなければ本当に完璧だったんじゃないかなっていうぐらいなんですけれども、ベルソムラと同じくですね CYP3A を強く阻害してしまいますので、似たような医薬品が併用禁忌に当てられています。ここはね飲み合わせに関しては注意する必要がありますよね。まあそうですね、このクービビックに関しては本当に速さっていうところが売りだと思いますので、今オレキシン受容体の中で入眠障害はデービゴのシェア率が1位だとは思うんだけれども、だんだんこのクービビックに移り変わっていくんじゃないかなと思います。ということで、オレキシン受容体ラストバッターですね、クービビックについてでした。それでは皆さん、ラストスパートですね、最後まで頑張ってください。ここから先はですね、副作用であるとか、特徴的な点、注意事項についてお伝えします。副作用については、もうこれだけ一つ覚えてほしいっていうのがありまして、それは悪夢になりますね。これは文字通りで悪い夢を見てしまうような副作用になってます。表をまとめたんですけれども、添付文書によると、一番最初に開発されたベルソムラ、スボレキサントに、頻度の高めの副作用になっておりますね。そうですね、僕が現場で働いていても、この悪夢っていう副作用はベルストムラしか聞いたことないですね。肌感的には 5% より多いようなイメージがあって、で実際に副作用が起こった方はベルソムラから出入り後に医薬品が変更になってましたね。ということで特徴的な副作用悪夢に、ついてでした。お次、特徴的な点なんですけれども、このオレキシン受容体拮抗薬、処方日数制限がないということが特徴になりますね。睡眠薬って、ベンゾジアゼピン系とかだと基本的に30日分の処方日数制限があるんだけれども、このオレキシン受容体拮抗薬、今承認されている3種類全て全ての医薬品は処方日数の上限が決められてないということが特徴的ですので、ドクターも非常にね、処方日数については調節しやすいのでいいんじゃないかなと思います。そんでこれで最後、注意点についてなんですけど、クラリスロマイシンには特に注意せよということですね。先ほど説明したベルソムラとクービリックに関しては併用禁忌が、たくさんね、医薬品があるんですけど、その中でもクラリスロマイシンとのバッティングがめちゃめちゃ多いんですよね。シチュエーション的には日頃からこのベルソムラかクービリック飲んでいる方に対して、例えば耳鼻咽頭科さんで副鼻腔炎に対してはクラリスロマイシンが長期処方出る可能性がありますし、あとは消化器内科ではピロリの除菌ですね、ボノサップとかにもクラリスロマイシンが含まれております。あとは歯科治療ですね、ペニシリン系のアレルギーのある方とかだとクラリスロマイシンが治療後の感染予防で処方されたりすることがありますので、このパターンね、併用禁忌本当に現場でよくあるんで気をつけていただければなと思います。ということで最後のチャプターがですね、医薬品の副作用であるとか特徴、注意すべき点についてでした。はい、皆さん本日もここまで見てくれてありがとうございます。動画の最後になるんですけれども、まとめをですね、さらっとやらせてください。表を作ったんですけれども、特に薬剤師さんの業務で注意していただきたいのが、まずは一方化と粉砕のところですね。ここは調剤においてポイントとなってきますので、覚えてください。とりあえずベルソムラが扱いづらいっていうことですね。で、あとは監査のところで気をつけていただきたいところ、併用禁忌のところでございます。ベルソムラとクービリックに関しては、CYP3A を強く阻害するがために一緒に飲めない医薬品がありましたよね。特にクラリスロマイシンには注意が必要でございます。で、あとは副作用のところ、どのね、医薬品にも副作用はあるんですけれども、特にポイントとなってくるのが悪夢というところですね。僕は現場でベルソムラの悪夢を聞いたことがありまして、出入り後に変更になった例を見ましたので、皆さんね、もし患者さんが悪夢を見た場合は違う医薬品の変更をね、疑義紹介によってしてあげるのがいいんじゃないかなと思います。その際には併用禁忌に注意してください。こんな感じですね。今回はオレキシン受容体拮抗薬の作用基準であるとか、医薬品の特徴、副作用、注意事項について説明させていただきました。いかがだったでしょうか。やっぱりオレキシン受容体拮抗薬は本当に出てきたばっかりの医薬品で、今後が楽しみな医薬品ですよね。今まで主流だったベンゾジアゼピン系の医薬品、これ僕前に動画作ってるんでご覧になっていない方、見ていただきたいんですけれども、その医薬品よりも副作用が少ない、リスクが少ないというところで、今後睡眠薬の第一選択薬としてオレキシン受容体拮抗薬が選ばれていくんじゃないかなと思います。あとはナルコレプシーと言われる、日中にものすごい眠気が来てしまう疾患があるんですけど、この疾患ってオレキシンの欠乏が原因とされてるんですよね。なので将来オレキシン受容体の刺激薬っていうのが出たら、このナルコレプシー治療薬としても応用できるんじゃないかなと思います。もう本当にね、オレキシン系の薬品っていうのは魅力的で、僕は将来ね、ワクワクしながら待ちたいなと思います。最後に宣伝にはなるんですけれども、私管理人のハーフィーはフリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社株式会社 T ハーフ運営しております。薬局経営様、薬剤師様の中で興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄にリンクを貼らせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。